どうも、倉本です。1時間、夜早く寝たかったんで、30分ぐらいで分割したんですけど、この1時間は、今までの、過去の8ページ、書いてきたところがすごい勢いで書いたんですよ。もう中二病全開で、もうわーって、とりあえずキャラクターがもう我慢できないという心情が浮かんできたから、それに合わせてバーって書いたんですけど、でそれでバーって書いちゃったから、それを収束させるために、あの必要な辻褄合わせですかね、バーって書いたところで、ストーリーの本枠からは全然揃ってないんですけど、ストーリーの本枠から揃ってないけど、それをちゃんと本枠として捉えて、しっかりとストーリーとして見せていくために、あのしっかりとその一連のバーっていう流れを回収しなきゃいけなかったんで、今その回収で結構頭使って、こういう感情、またノートに感情を書き出して、こうだったら合ってるかなっていうので書き始めました。でこれが終わったら、あともこう、もう本当にあともう少しガッて書いたら終わるって感じなんで、頑張ります。ありがとうございます。